どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。今回は、ザ・ビギナーズガイドというゲームを紹介します。これは作者であるデイブ医師の友人であるコーダ氏が作ったゲームを、紹介するゲーム、というなんとも珍しいゲーム紹介ゲームとなっています。というわけで早速作者の友人であるコーダ氏のゲームを、今遊んでいるんですが、なぜか階段を登っていると足取りが遅くなりました。別に間違って歩くキーを押してるわけでもありませんし、かといってシフトキーを押しても走ることができません。コーダ氏によってここはプレイヤーの足が遅くなるように設定されてるんです。というわけでとりあえず20倍速で飛ばします。というわけで着きましたが、もしかしてこの部屋には何もないのでしょうか？何やら安心感を感じる音楽とともに、大量のテキストが急に目の前に現れました。これはすべてコーダ氏のゲームのアイデアをまとめたものになっています。そう、外から見たこの大きな空間は、コーダ氏のゲームアイデアを貯める場所だったんです。ここに来る途中に足が遅くなっていたのは、たどり着くのは難しいが頑張ればたどり着ける、ということを表現しているらしいです。これでコーダ氏が普通のゲーム制作者とは少し違うことが、お分かりいただけたでしょうか。このゲームはこれで終わりです。それでは次のゲームです。このゲームは道中現れるパズルを解きながら進んでいくゲームですが、ただ一つだけすごく他のゲームと違う点があります。それは、なんとこのパズルゲーム、パズルが一つだけで終わりなのです。この部屋が終着点で他には何もありません。しかし、開発者モードを使い壁を全部透かしてみると、なんと、実際にプレイしたボリュームの数百倍の、パズルが作られていたんです。しかし、なぜかコーダ氏は最初の一面だけを残して、他は全部封印してしまい、それをゲーム内部に残していたのです。一体、なぜ、開発者モードを使わない限り絶対に気づかない要素をなぜ残す？この時点でこいつはすごい、と思ったデイブ医師はさらに、コーダ氏のゲームに興味を持っていきます。ちなみにデイブ医師とコーダ氏は現実での友人同士で、なんとコーダ氏はこれまで一切、自分のゲームをネット上で公表したことがないそうです。なんとコーダ氏は人と関わるのが大の苦手で、精神的に閉じこもり気味な性格だったそうです。というわけで次のゲームを見ていきましょう。このゲームはインターネットに繋がっている。書き置きは全て他のプレイヤーが残したものだ。なんとコーダ氏はゲーム制作のスキルを磨き上げて、ついにオンライン対応のゲームを作り上げたのです。そして人と関わることが苦手だった彼は、自らが人が集まる場所を作り上げることによって、人付き合いの苦手意識を克服しようとしたのです。というのは嘘でこのゲームはネットになんか繋がってません。全て彼の独り言です。しかもこのゲームはデイブ医師以外には誰も見せていません。人との関わりを求めるも、それがうまくいかないことにより、独り言の内容もだんだんとネガティブなものになっていきます。彼は自分の気持ちをぶつける相手がいなかったので、こうしてゲームを作ることで自分の気持ちを発散していたのです。ステージの最下層に進むとなんとそこには大量のタイプライターが。そうです。今までの書き置きは全てこのタイプライターが書き込んでいたと。そして突如チャット欄に現れる大量のメッセージ。プレイヤーに話すよう求める大量のメッセージ。ずっとコーダ氏は話す相手を必要としていたが、自分から人に話しかけることはできなかったのかもしれません。ということで次のゲーム。今度は何やら謎の部屋にいます。そしてまたさっきのようにチャットが現れます。しかし今度はさっきと違い、チャットに対して数字を打ち込むことで、相手に返事をすることができます。とりあえず適当に返事して、部屋の家具を配置していきましょう。しかしよく読むとわかりますが、ゲーム側は自分の返事の内容に関係なく、勝手に違う家具を配置していきます。そして全て配置し終えると、
そこには謎の空間が無限に広がっていました。今までのゲームやこのゲームを見てわかる通り、コーダ氏は独特な美的感覚に優れた人物だったようです。そしてそこからゲームはさらに暴走を始め、あらゆる変化が起きていきます。そう、プレイヤーの意思とは関係なく、すべてゲーム側の勝手な意思で変化させられていきます。次のゲームです。今回は劇場から始まります。そして聞こえてくる謎の声。上がっていくカーテン。そしてしばらくゲームの指示通りに進めていくと、謎の人物が登場します。プロの動物写真家だそうですが、しかし頭は正方形でできており、それぞれの面には、幸福、健在、成功、千年、などと、おそらく普通の人間が憧れるであろう要素が書かれています。そしてプレイヤーは彼女にインタビューすることになります。しかしゲーム側に人間らしく会話しろよ、と叱られます。この後もいかなる普通の会話をしようとも全てにおいて咎められます。何を言おうとも否定され怒られてしまいます。そしてついにインタビューは中止になり、その人物はプレイヤーに違うことをさせようとします。突如現れた謎の広い空間、そして向こう側に広がる照明一つない真っ暗な暗闇。そこへ行くように指し示されます。すると突如後ろで鉄格子が降りてきて、プレイヤーは舞台から隔離されてしまいます。光り輝く表舞台から遠ざけられ隔離され、なおかつ、これがお前らしい、と言われてしまいます。おそらくコーダ氏は周囲の人間の期待に応えられないプレッシャーにより、自己嫌悪になってしまい、このような自分の価値を否定するゲームを作っていたと思われてます。この時点でデイブ氏は友人であるコーダ氏の、様子がかなり心配になってきていました。そして次のゲームでは、新たなゲームのアイデアを求めてプレイヤーが彷徨う、という内容で、謎の人物に、ゲームを作るエネルギー源となる、機械、に導かれます。しかしそこにあったのは、今までの自分の発言が書かれた、壁だけでした。謎の人物はどうにかしてプレイヤーにポジティブな発言を、言わせようとしてきます。そう、まるでネガティブな発言や考えは一切許されないかのように。実際の気持ちはそうではないのに、まるで楽しいかのように振る舞うことはとても苦しいです。言い続けるの、想像は簡単だと。おそらくコーダ氏は精神的に苦しい状況にあるのにもかかわらず、周囲がそれを吐き出すことを許さなかったようで、友人であるデイブ氏にすら相談することはできず、こうしてゲームを通して遠回りに自分の状態を伝えていたのです。しかもコーダ氏はゲームの制作中はその作品について説明するものの、一度ゲームを作り終えると絶対にそのゲームについては話したがらず、たとえこのような内容のゲームだったとしても、自分の口から何も教えてくれなかったようです。そして全ての壁は壊され、檻の向こうには泣いている女性が、そしてついにコーダ氏のゲームは直接的な表現を取り始めました。今までは多少に負わせるような、間接的な表現でしたが、ここに来て事態は急激にエスカレートします。前回ゲームを作るエネルギー源となる機械を探していたプレイヤーですが、ここに来てついにそれを見つけます。しかし、その機械は自らをコーダと名乗っていた。そうです、彼自身なのです。ここに来てついにコーダは自分自身の内面と直接的に対峙することになります。お前は止まった。
お前の作品のおかげで我々は生きていけたのに。ゲーム内で彼はものすごく自分で自分を追い詰め始めます。文章を見るからに、彼はゲームを作り続けることによって、自分自身のアイデンティティを保てていたのに、それができなくなったせいで自分というのは、全く価値のない人間だと考えるようになったようです。そしてプレイヤーはコーダに謝罪を求めます。自分自身の役割を果たせなくなった責任を全うさせるために。そしてついにプレイヤーは銃を手に入れます。そして、今まで作ってきたゲームの舞台を、自らの手で破壊し始めます。自分自身を生かすための手段としていたゲームを、自分自身の手で全て破壊し始めます。コーダ、お前の作品はここで死ぬんだ。お前はこれを恐れていたんだろう？尊い作品なしで生きることを、自分自身と向き合うことを。そして時間は戻り、過去のゲームの舞台も破壊し始めます。思い出してほしいのですが、この作品を彼はネットで公開していません。自分自身で遊ぶためだけに作っているのです。つまり、これは自らを傷つけるためだけに作ったゲームなんです。この銃を取り、自分の作り上げた世界を全て否定し、破壊できるのは唯一のプレイヤーであるコーダ氏のみなんです。ここまで来たデイブ医師はもうこれはどうにかしないと、コーダの身が本当に危なくなると考え、思い切って本人に無断でゲーム作品のいくつかをネットに公開します。これが2011年頃の話です。彼はネットで公開し多くの人が彼の作品を認めることで、彼が自分の殻に閉じこもり自分を傷つけるのをやめて、いつもの楽しいコーダに戻ってくれるだろうと思ったのです。そしてデイブ医師の目論見は成功しました。コーダ氏の作品は多くの人から実際に評価を得たのです。新しいゲームをもっと見たいという声が上がってきたのです。しかし、その声がコーダ本人に届くことはありませんでした。その後、コーダ氏は音信不通になりました。もしかして、もう手遅れだったのか？しかし数週間後、急に、コーダ氏から一通のメールが届きました。そこにはただ URL が貼られており、そこにアクセスすると彼のゲームがダウンロードできました。そして、そうです、次のゲームが、彼が最後に作ったゲームになります。現れたのは謎のおどろおどろしい空間。人間味を感じさせない色調と建築。そして聞こえてくる大量の恐ろしい声。この数週間でコーダ氏は立ち直ることはできませんでした。むしろ、今までで一番最悪の状態に陥っているということを、このゲームは誰よりも明確に伝えていました。実はこの空間には透明な迷路があり、壁に触れてしまうと気持ちが悪くなるフラッシュが点滅し、スタート位置に戻されてしまいます。ここは迷路を飛ばすために開発者モードで橋を架けます。しかし、なぜコーダはこんな迷路を作ったのか？ゲームを進めさせる気はなかったのか？今までのメッセージ性が明らかだったゲームとは違い、まるでプレイヤーをいたぶるような、傷つけるような内容に変わっています。例えばこの仕掛け、6桁の数字を入力してレバーを引くと、橋がかかり向こう側に渡れるような仕組みになっているのですが、ゲーム中にその数字のヒントは一切出てきません。つまりここを渡るためには 999,999 通りの数字の中から、ひたすら地道に検証して数字を当てるしかないのです。ちなみに正解は 151,617 でした。151617、一体どういう意味なのでしょうか？もしかして彼がその年代だった時に起きたことと関係しているのでしょうか。進むことを拒むような仕組みを作っておきながらも、ものすごく努力すればなんとか通れた今までの道でしたが、この先の扉、通常プレイでは絶対に開かないように設定されています。そうです、わざわざメールでゲームを送り、あれだけの厳しい仕掛けを解かせておいて、最終的には開発者モードを使わないと開けれない扉を出してきたのです。しかし、この扉の先に待っているものはこの動画では映せません。なぜなら、今までのゲームの流れを全て見ていないと、理解できないものが出てくるからです。はあ、それも含めて解説しろやボケ、と思われる方でも、実際にこの先の様子を見ればわかります。なのでこれで興味を持ってくれた方は、実際にSteam Storeから購入して遊ぶか、
それか私が別チャンネルでフルのプレイ動画を公開しているので、そちらを見てください。ちなみにそちらの動画では声が入ってるので苦手な方は注意してください。それではいつもと芸風が180度違う動画でしたが、このゲームに興味を持っていただければ幸いです。それでは、ご視聴ありがとうございました。